29日、2012から2013日本カーオブザ、イヤーはマツダ、CX-5 に決定。マツダの藤原清執行役員は、どんどん厳しくなっていく日本の自動車メーカーの中で、このような賞をいただくことで励みになり、次の時代に向けて頑張っていきたいと思いますと受賞の喜びをコメントした。 受賞式のステージに登壇した藤原執行役員は2006年頃からスカイアクティブ戦略を話してここまで本当に長かったです。皆さんの熱い応援とともに CX 5という一つの大きな子供が生まれてこのように評価していただき感謝しておりますと挨拶。コメントの中では今回感じたのは フォルクスワーゲン、アップは、日本の小型車もしっかり作れよというメッセージですし、イボークは、デザインを中心とした素晴らしい文化の香りを持つ車、BMW3 シリーズは、ついにディーゼルを、日本導入され、真っ向勝負です。もっと頑張れということだと思います。藤原氏と、ライバル車を称えた。 そして、接戦となった 86BRZ に対しては、本当に今年はスバルさんとトヨタさんのスポーツカーというワクワクするものをもう一度この日本で出していただきました。本当にありがたいと思います。いつの日か言えませんがカッコ笑い。 次の我々のスポーツカーでもう一度日本でもスポーツカーという文化を根付かせたいと思います。成熟した国にはスポーツカー文化が必ずあります。我々は成熟した国になりましょう。そして一緒に。 日本の自動車業界の中で世界で戦えるものを一緒に作っていきたいと思いますと、次なるスポーツカー登場を予感させるコメントを。